乾杯。バイバイ。ウォーウォー、生きてるのつらいね、生きてるって悲しいね、生きてるってさ、生きてるってさ、生きてるってさ。こんばんは。はい、どうもこんばんは。ね、また喉がですね、痛いのでというところですが、同時視聴者数の方、1名様、配信早々ですね、ご覧いただきましてありがとうございます。今日ですね、また始めてみたいと思います。視聴者数ゼロになりましたね。はい、またいらしていただけたらと思います。よろしくお願いします。ではいただきます。8月8日月曜日ということですね。はい、うまい。やっぱりね、このビールがですね、普通に美味しいと思えるってことは健康のバロメーターでしょうか。ノンアルコールビールも慣れてくればね、全然 OK です。若い頃はね、スーパードライしか飲まなかったんですけども、それから、発泡酒を飲む人が多くなってきて、自分も飲んでみようかなというふうに思いまして、始めたら今度発泡酒が主体になったんですけどね。それからですね、やっぱり発泡酒とはいえアルコール分が入ってるんで、お薬飲んでる関係で良くないっていうんでね、最近はノンアルコールにしてるという感じですね。話は変わりまして、時間があったんでね、珍しく、仕事も特になかったんで、クリーニングの荷物がね、仕事、職場のカーテンのクリーニングの荷物が届いたんで、取りに行ったりとはあったんですけど、それ以外は何もなかったんで、動画をですね、2本ほど、このライブとは別に日本ほどアップロードしたらですね、1日で800回とか再生回数がいきまして、どうしたどうしたと思ったら、何のことはない、例の競艇ですね、ギャンブル動画、を上げたから、多分その内容でですね、見てみる人が多かったんじゃないかなっていう、事実上そうですね。やっぱりこう暇で時間があって、 YouTube で何見るかなって言った時に、ギャンブル動画があればとりあえずそれを見てしまうっていう方が結構いらっしゃるんですね。1日で800回っていうのは、多分もう10年以上この YouTube やってるんだけども、初めてじゃないですかね。やっぱりギャンブルのですね、お好きな方が世の中にはたくさんいらっしゃるんだなって思って、私はですね、10年以上前かな、これやり始めたんだけど、それから10年間そのまま放置して、一番再生回数が累積でいってるのは、なんだっけな、小林文次郎とかなんだかのやつでね、1万回ぐらいいってるんですけど、10年で1万回を1日でね、800回とか1000回近く
回数があるというのはですね、やっぱり YouTube ってのはすげえなと思いました。内容によってはですね、一気に見る人が見るという、まあ、いわゆるインフルエンサーっていうのはね、まあ事実上あるんだなっていうのは、まあ、私は全然そういうプロの YouTuber じゃないんでね、お金儲けしてるわけでもないんで、一つが数値化してですね、何かが認められたわけじゃないけども実績がですね、確認できるっていうのはやっぱり喜ぶもんなんですね。あ、その協定の動画もですね、おそらく、まあ、自分がかけたつもりになって当たったか当たんないかとかっていうね、そこら辺が、まあ、見てる人にとって気になるからついつい見てしまうっていう人あるんでしょうね。コメントもいただきまして、最初に自分の買ったですね、うなけんをですね、買い目をですね出すだけだと、この人は一体何を買ったのかっていうのは分からないから、まあ、レースの動画配信中ですね、その買い目を表示してくれという、オーダーがありまして、まあ次回からですね、まあ、そのように、まあ私もそう思ってたんですけどね、他のプロが作った動画も大体は自分の買った買い目をね、1,240万円とかやってるんで、まあ、それ見ればやっぱり単に YouTube の視聴者として見てるだけでもドキドキしますよね。まあ1,240万円とかって表示しててもですね、どうも実際それを買ってるかどうかっていうのは怪しいやつもありますよね。当たり券をこう、買える自動券売機があるんで、そこに当たり券を入れて結果が出てくるやつシーンがあるんだけど、もうぼやけちゃってて、そのこのぐらいのクレジットカードぐらいの、銀行のキャッシュカードぐらいのカードなんだけど、カードっていうのは紙なんだけど、やっぱりそれの買い目がですね、まあ、一応入れれば出るんですけどね、なかなか表示のところをうまくごまかしてですね、お金が出てきたところだけを映すとかっていうテクニックもあるみたいで、なかなかね、あのギャンブル系の配信の専門の方の動画っていうのはちょっと微妙なところがあるんじゃないかな。全通りみたいな買い方して、当たったやつだけそうね、動画に撮影して撮るというと、まあ、結局そのレースでは損するんだけども、 YouTube の視聴回数でですね、十分人が取れるという、そういう計算が成り立ってる人もいるかもしれないですね。全部が全部外れるわけじゃなくて、回収率がまあ普通にやっても 10% ぐらいはいくだろうから、残りの 50%、 55%、 65% YouTube でね稼げれば 15% ぐらい収入が得られるということになるんでね、なかなか YouTube という収益源があるってことが、いろいろ人の生活様式に変えてるのかなって思いましたね。ね、あ、
出してその人の動画に広告が出てですね、それを見て広告出したところがそれによって業績が上がるかどうかっていうのがね、気になるところですけど、ギャンブル動画をですね流してて、それが結構視聴回数が多いので、広告主が広告を出すのかな、まあ指定もできるんだろうけど、だいたい Google がですね適当にこう分配して流してるっていうことがあるんだけど、ギャンブル系の動画でですねエステとかそういう広告が出て、果たして利用者が増えるのかなっていう、その辺の広告の目的が達成られてるかっていうのは疑問ですけどね。でもそれの関係なしに YouTuber の人にはお金が入るってことですかね。まあ前の動画でもお話したんだけど、私は YouTube で出てくる広告の品物やサービスなんか一切受けたことないですね。買ったこともないですね。缶コーヒーやビールですら買ったことないですね。だいたい買うもの、買うメーカーとか決まってるんでね。させていただけるっていうのはありがたいですよね。まあ立場上お金はもらえないんだけども、もらってはいけないんだけども、まあ嬉しいですよね。昨日アップロードした動画が1日で800回とか再生回数になったりすると、広告がつくんですよね。まあ私には1円も入らないし、もらってはいけないんだけども、やっぱり自分の動画に広告がつくっていうのはなんか価値があるんじゃねえかっていうふうに錯覚するんで、そう思えるだけでもなんか得した感じがしますよね。私のですね、給与支払い者というか、会社ですね、会社はもういよいよなんか YouTube にもですね、なんか広告というかね、広告っていうふうじゃないのかな、なんだろう、広報みたいな感じでやっていいんですね。皆様のそういったね、効果をなんだ、効果負担のね、いただいたものをですね、そういう YouTube の広告宣伝じゃないですかね、広報に使うっていうのは、まあ時代に合ったんですけど OK なんですね。のお知らせとかっていうのはね、新聞折り込みで昔からやっていることがあったんで、でもまああれですよね、昔は、地上波でね、私の会社の、私が勤めてる会社もですね、単独のスポンサーでなんかこうそういう公益的な番組やってた記憶がありますね。だからどう考えると YouTube が、プラットフォームというかね、デバイスが変わっただけであって、基本的なそのやっていいいけないっていうのはクリアしてるかもしれないですね。そう、昔やってましたね、我が社の方法番組ですね。Thank you.
なんかもやってましたよね。電車のシーンもですね、東京に撮りに行きたいんですけども、ちょっと今の状況で行けないですね。また秋とか冬にですね、隠密行動でさらっと行ってですね、絵を使いつつ、電車を乗り継いでですね、撮影していきたいと思います。では明日がもう頑張りましょうっていうこと。他社がやらねば誰がやる。